物とか式には液体を使うという固定概念があると思うんですが、実は、まあ、それは固定概念で、気体でも物を溶かすことができると。水分子が一生懸命たくさんすごい勢いで走っている状態の水蒸気、使っている超臨界というのはこの気体と液体の区別がなくなる点を超えたということで、超臨界というふうな言葉を使っています。